京阪7200系電車、京阪7200系電車、京阪7200系電車は、1995年、平成7年に登場した京阪電気鉄道の通勤系電車。7000系に改良を加えた設計で、8両編成2本と7両編成1本が製造された。本系列は、輸送力増強のために、百九十五年二月に八両、 編成2本、16両、同年12月に7両編成1本、7両が、それぞれ川崎自由工業兵庫工場で製造された。1989年に登場した7000系の設計をベースとして、全面や内装などに改良が加えられている。1995年6月19日のダイヤ改正を前に、 同年5月1日から7201回と7202回が運用を開始し、続いて同年12月22日から7203回が運用を開始した。アルミニウム合金製の大型押し出し型材で製造された車体の外観は7000系を改良したもので、正面デザインは丸みを帯びたものとなって、後に製造された9000系や1万系。 軽心専用の800系にも受け継がれている。先頭車の客室部分と中間車の車体は7000系とほぼ同一である。制御装置は東洋電気製造製の ATRH4200RG622 バイトであり、7000系と同一の g t o o s o による VVVF インバータ制御である。そして、回生ブレーキ優先全電気指令式。 電磁直通空気ブレーキが一層の省エネルギー化を図っている。主電動機は、カ護形3小誘導電動機 TDK6151A で出力 200kW、補助電源は GTO ブースター式 SIV の SVH140 から 499A で 140kV アンペアである。パンタグラフは、京阪の標準と言える下枠交差型の pt-4805cm である。台車は、電動車が7000系の改良型の、キロワット -77b、川崎重工製、付随車が、同系列と同一の FS、FS-517c、住友金属工業、現、新日鉄住金日本製鉄製であるが、台車中心間距離は、同系列より 30cm、長い 12.6m として、 乗り心地の向上が図られている。運転台のマスコンはブレーキとマスコンが別々の横軸ツインレパー型を軽半の車両で初代3000系に続いて採用した。ただし、前車は低速度制御に対応していた関係で、乗ッチ扱いに相違がある。最高速度は時速 110km、設計上は時速 120km、軌道加速度は 時速 2.8kmS である。また、本系列では、モニタ装置を運転台に設置した。このモニタ装置は、本系列以降の心臓車両にも採用されている。車内の座席は、ロングシートであるが、モケットの色は、長く続いていたグリーン系から変更されて、せずりは、青緑系、座面は、青紫系の色となった。床の色は、 赤見影石を模した模様入りとなった。ドア上部には停車駅を LED ランプで点灯させる地図式の案内表示器と蛍光表示管を用いた文字表示器が併設された。また、各車両の大阪型に車椅子スペースを設置し、全、側窓にパワーウィンドウを導入するなど、新しい軽犯を象徴するものとなっている。後の保線系の更新の際にも本系列の 内装デザインが採用されている。さらに7000系で廃止された吊り革の跳ね上げ機構が本系列で復活した。なお、当系列より発射時のと平予告ブザー音が変更され、これは京阪線系統の当系列以降の新造車及び更新車、さらには中野島線開業後の京阪特急専用車にも採用されている。2005年の車両点検の際には、 日焼けなどにより、座席の汚れが非常に目立っていたため、座席が1万系で使用されている。青色の生地へ交換されたほか、地図式 LED 停車駅案内表示は、中野島線開通への対応のため、同系全車一般的な三色 LED 表示機に変更されている。一般的な三色 LED ではあるが、2機並列させ、左側は種別表示。 右側は自粛案内と沿線でのイベントのお知らせなどを表示している。なお、取り外された9番面はファミリーレールフェアで販売された。7202階は2013年11月の検査の際、座席が1万3000系と同様の柄のものに貼り替えられている。また、1万系に編入された7201階の7301号、工術も 同じく座席の張り替えを行った。7201回と7202回は 4M4T の8両編成、7203回は 3M4T の7両編成で製造されたが、8両編成は中間の3両を抜いて5両編成でも運用できるように隠し機器が配置されており、5両編成で運用に入った実績もある。後日、 7201回は2008年5月23日より新都職で運用されている。変更時に車両番号のフォントの変更や京阪の新 CI ロゴへの交換が行われた。京阪線の都職変更者はこの編成が最初の車両となった。また7202回も2009年10月27日より新都職化された。そして最後まで 旧塗装で残っていた7203回も2011年10月21日に新塗装となり7200系の旧塗装編成は消滅した7203回が3度にわたりラッピング車両となっている最初のトーマスラッピング最終日には視線向けラッピング車両となった1万系1万3回と共にラストラン記念運転が行われ特急で運用されたりもした 二度目のトーマスラッピングでは、デザインは最初のものが各社で同じだったのとは異なり、各車両ごとに異なる人色を使うとともに異なるメインキャラクターを配しており、出マチやナギ方から順に、黄緑、ジェームズ、紫、ディーゼル、水色、パーシー、マゼンタ、レディー、黄色、ゴードン、青、ダック、オレンジ、トーマスとなっている。また、メインキャラクター以外の配置は、 各車両の左右側で異なり、車内の座席脇などに元のキャラクターを配している。また、こちらも最終日にラストラン記念運転が行われたが、中野島駅では展示も行われた。2015年2月に7201回の蘇生が変更されて、7203回と同様の 3M、4T の7両編成となった。中間車1両が抜かれるとともに、 7951と7801の連結位置が入れ替えられて、7951は7901に、7801は7851に改版された。2016年11月には7202回も7両編成化され、7200系の8両編成は消滅した。変更後の蘇生は次の通りである。また、 この蘇生変更により、中間車を抜いて5両編成で運用することはできなく、なった。7両編成化の際に編成から抜かれた7301は、2016年に1101に改版され、同じく9000系から抜かれた9601.9602と共に1万系の1万1回に組み込まれて、同編成は7両編成となった。号は、電動車で、 制御機器は GTO サイリスタ式の VVVF インバータであったが1101号への改造時にイベット素子に素子の変更が行われた。GTO サイリスタ素子からイベット素子への変更はこれが K 班では初の事例となった。また続いて7300にも 9000K から抜かれた 9603.9604? とともに1万系の1万2階に組み込まれている。本系列は、快速特急及び特急以外の京阪線の列車種別において使用されている。なお、8両編成は、基本的には6000系及び9000系と共通運用であった。7201回と7202回は、7両、編成改善、中間車3両を抜いた5両での運転も可能で、 宇治快速のほか、1999年9月と2002年3月から4月に、型の宇治両線で運用された実績がある。その後7202回は2006年4月にも、約6日間ご両化され、本線及び型の線で運用された。ただし、軽特急織姫と、順級、彦星には充当されず。また、毎年8月10日に行われる。 宇治川花火大会輸送の5両編成確保のため、2006年と2009年は7201回が、2007年と2008年は7202回が5両で、宇治線に入線した。7両編成は、2016年3月19日のダイヤ改正以前は、特急、快速急行運用につくことはなかったが、このダイヤ改正からは一部の快速急行 通勤階級に使用されている。また2016年から2017年にかけて8000系がプレミアムカー改造のため7両編成で運用されていた時期には8000系の運用の状況によって8000系のダイソーで特急運用に入ることがあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。